本キット。昨日はディフェンスでハッスル、ブザービーターでも見せましたヤン・ジェミン。ハードなディフェンスは努力の賜物。オーストラリア代表、心優しき仕事人ニック・ケイ。セイヤさんとニックに頼らず、今季は島根対仙台のゲーム2、まもなくティックオフです。最初のポゼッションは青いユニフォーム島根サノーマジックが画面左から右へ攻撃を展開します。2メーター3センチのエヴァンス、183センチのディクソンでした。安藤聖也からゴール、送ってマカヌー落ち込みました。ビッグプレーですね。安藤聖也、第1クォーターから絶好調です。ペリシオンがマークについている。ステップバックからスリーポイント、距離がありますが、ね、抜きました。残り5秒切ります。生産ブース、スタントンキットのスリーポイント、いきました。ここで第1クォーター終了です。ここも田島が攻撃をクリエイトします。サイズのミスマッチがあります。A3 ブースに津山、キットルークのディフェンス受けながら落ち着いて決めました。冷静でしたね。田島と北川です。 A3 ブースにマカルー、今日もスリーポイント好調です。来ました。いいですね。今のもコンテストされていたんですが、お構いなしでしたね。青木からスタントンキット、再び青木、青木のスリーポイントはどうか。バンクショット、ボード使ってきましたね。キャプテンが射抜きました。ショットクロック10秒切って、安藤聖也、安藤聖也ステップバックからコーナースリー、ニック・ケイオフェンスリバウンド。マッケイ選手、スカのチャンスでエンドワンですね。バスケットカウント、青木に代わって入った渡辺、ニック・ケイオフェンスリバウンド。からフェリシオ、ファールをもらってバスケットカウント。フェリシオ選手の技術光りました。オティクラーク、サイズのミスマッチです。 2m1 センチのクラークと168cm、 すごいですね。渡辺、バスケットカウントです。オティクラークです。クラークのいきなりスリー、これも決めてきた。ショットですね。打開できるか仙台。キットのスリーポイント、来ました、ね、もう完全にチームで、作り上げたキット選手のショット。勝利を手繰り寄せるか島根そのロジック。クラックから安藤聖也、このアシストです。エヴァンスルーク、素晴らしいムーブメント出ましたね。ボールと人とタイマーが進みます。さあ島根佐野マジック開幕4連勝となりました。最終的には本当に最後の詰めの段階。